この戦争の膠着状態を打破したのは、連邦の白いモビルスーツだったのだろうか。そうではない。徐々にその時は近づいていた。許容量を超えたグラスの縁から溢れ出る水を止められないように蓄えられ続けた不安要素の数々が、この頃にようやく形になって現れたというだけだ。しかしそれはまだ敗戦という二文字を形成するには至ってはいない。そう、赤い彗星が大佐になってマッドアングラー隊の指揮官に。確か彼、木馬とは因縁浅からぬ間柄だったわよね。あの赤い彗星が仕留めきれず、ガルマ様、ランバラル、黒い三連星が倒され、マクベ大佐もオデッサを追われた。本当にとんでもないわね、連邦の白い悪魔。それで補給物資についてだけど、キシリア閣下は何と？ええ、キャリフォルニアベースに HLV で届くのね。こちらはすぐに動けるようにしておくわ。では通信終わります。おはようございます。あら、タイミングがいいのね。わ、お月様からあなたの新しい機体が届くそうよ。ああ、そうですか。え、私のですか？悪いな、こっちを優先してもらって。オデッサで行っていたイフリートの回収プランを流用できたからね。常時ある程度のステルス性が期待できるはずだ。へえ、そりゃいい。狙撃と接近戦の移行が少しは楽になりそうだ。格闘戦までを踏まえて運動性は維持しましたが、装備が増えたことで機動性が多少犠牲になってます。ま、要するにうまく立ち回ればいいってことだろ。お世辞にもバランスのいい機体とは言えない代物だけど、あんたならやれるだろうさ。ヘレナさんの目と判断力で敵の一手先を読めば、
きっと使いこなせると思います。このイフリートイェーガーを。私の機体はどうなっちゃうんですか？キャリフォルニアベースからの情報では、我々のモビルスーツを輸送していた艦が襲撃されたとのことだ。モビルスーツを積んだ HLV は緊急投下され、予定軌道を外れてオーガスタ方面に落着した。オーガスタって連邦の勢力圏ですよね？そうだ。それヤバいんじゃないの？ええ、ヤバいなんてもんじゃない。相手に我々の機密を差し出したようなものよ。だから取りに行くわ。取りにってミアたちがですよね？さっと行ってパッと取ってくる、それだけよ。あっさり言うけど、キリーさん、シティルナー少尉は久々の実戦になるが、行けるな？はい。ヘレナも例の機体では初陣ね。はい。いいんですか？まだ私がリーダーで。異論は？構やしない。他に誰がいるんですか？しっかりなさい、アルマ。二人がちゃんと支えてくれるはずよ。わかりました。やってみます。では作戦の詳細を伝える。モニターを確認してくれ。我々の積み荷を乗せた HLV の確保と中身の回収、これが今回の作戦よ。 HLV はオーガスタ方面に落着したと予測されている。ただ知っての通り、そこは連邦の制圧圏内。付近にはモビルスーツ部隊の展開も確認されている。したがってシルフは離れた位置に着陸待機。各機はそこから陸路で落着予測地点に向かい、HLV を捜索。 HLV に積載されているのは私たちの主戦力になるはずのモビルスーツよ。当然失うわけにはいかない。けれど回収が困難である場合には破壊を命じます。機密を連邦に渡すわけにはいかないの。頼んだわよ。落着予測地点までもう少しだ。これだけ近づいて反応がないところを見ると、ビーコンは壊れているようだな。無線傍受の可能性を考えて、以降こちらとの通信は禁止ね。予定時刻までに目標を発見して、一度だけ座標を通信してすぐに回収に向かう。はい。もしも回収が困難と判断した場合、残念だけど機密保持のため HLV を破壊、合流ポイントに即時撤退すること。健闘を祈るわ。絶対手に入れないと。何が入ってるのかな。ミア、何か知ってる？いえ、中身については何も。アルマ用の機体ってことだろ。なんかとんでもねえの来そうだけどな。最近統合整備計画で採択されたモビルスーツが少数ロールアウトしたらしいので、もしかしたら。統合整備計画、なんかかっこいいね。ミアよ、そんな情報どこから仕入れるわけ？知りたいですか？やめておくわ。接近中、数もそれなりにいるぞ。どうしますか、アルマさん。
諦めたくないよ。お前がやるってなら付き合うぞ。いいの、私のわがままだよ。リーダーはわがままくらいがちょうどいいんじゃないですか。ありがとう。集中的に攻撃する。
HLV の方の敵が急がないと。私のとっておき見せてあげる。見ておくぞ。相手を集中的に攻撃するよ。任せてください。了解。さあこいつに攻撃を集中して。あたしらの攻撃を結構当ててくるな。集中だ集中。お前ならまだまだやれるだろう。そうですよ。かっこいいところ見せてください。そろそろ奥の手を使う時ですね。集中的に攻撃するよ。任せてください。任せときな。あいつを集中的に攻撃するよ。了解。任せときな。やった。いったったった。残せたわね。この調子で頑張りましょう。コツコツ努力した結果です。急速接近する機体あり。早い。二人とも身を隠して。いや隠れろっつったって。一機だけだぞ。そうみたいですね。どうします。だって決まってるよ。それは私のだ。何？あ
あいつらをやっつけて早く機体を回収するんだ。じゃないと私は。さっきまでと明らかに敵の動きが違う。ミア、覚えてる？素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。私、強くなった気がするよ。今の自分を超えていかなきゃな。次の出撃までにものにしてみせます。とにかく新機体は手に入れたんだしさ、元気出せって。うん、少佐、あの機体はすぐには使えないですよね。そうね、裸の機体で年頃の娘を外に出せないわ。外装を仕立てるのはそれほど手間じゃないけど、どうにも気に入らないんだ。装甲の代わりに全身に武器を積み、大水力を生かして短期で敵拠点を強襲殲滅する。あれの設計からはそんなコンセプトしか見えてこないんだよ。おお、強そうだな、それって。ヘレナさん、今のはつまり機関を重視してないってことです。ダメじゃねえか。それでもそれでもいいです。今の私には力が必要なんです。バカ言わないの。
死ぬつもりの出撃なんてさせるはずないでしょ。いや、変なこと言って悪かった。うん、大丈夫。元の設計がどうあれ、高性能なのは確かなんだ。アルマ、お前のモビルスーツは私に任せとけ。フェアリーリーダーにふさわしい一級品にしてやるさ。そうですよ。モビルスーツをどう使うかは私たち次第です。そうそう。みんなの言う通りだわ。そうだ、この機体の名前、ティターニアにしましょう。妖精の女王の名にふさわしい機体にしてね。アルマ、後で少し話をしましょう。仕事は増えるばっかりだけどさ、打ち込める仕事なら大歓迎。アルマ、あんたの悩みがぶっ飛ぶくらい完璧に仕上げてやるから待ってなよ。次回、アルマの選択。ミア、あんたって子は本当にすごいよ。戦火に照らされ妖精たちは踊る。